デレクトラックスはアメリカ合衆国のギタリスト。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第81位。2011年の改訂版では第16位。フロリダ州ジャクソンビル出身。オールマンブラザーズバンドのオリジナルメンバーであるブッチ、トラックスのおいで9歳からギターを弾き始める。1994年に ベーシストのトットスモーリーと共にバンドを組み始め、翌1995年にはドラマーのヨンリコスコットが参加してデレ、デリク・トラックスバンドを結成。その後、キーボーディストのコフィバー・ブリッジ、ボーカルのマイク・マティソン、パーカッションのカウント・ムブトゥも加わり、1997年から2010年までに6枚のスタジオアルバムと3枚のライブアルバムを発表した。一方、 10代前半からオールマンブラザーズバンドのライブにもゲストとして参加するようになり、1999年には正式メンバーとして迎えられた。以降、同バンドの特徴であるツインリードスタイルの一翼を担ってきたが、2014年にも一名のギタリストであるウォーレン・ヘインズと共に脱退を表明した。妻であるブルースシンガーのスーザン・テデスキも1997年から、 彼の音楽活動に参加している。2010年には妻のバンドと合併及び再編成を行い、デレクトラックスバンドとしての活動は停止。現在はテデスキトラックスバンドとして活動している。この2バンド以外にも著名ミュージシャンの様々なセッションに参加し、2006年にはエリック・クラプトンのツアーにも同行した。ちなみに彼の名前、デレクはデュアン・オールマンが参加した。 クラプトンのバンド、デレクザ・ドミノスから取られている。2019年、テデスキトラックスバンドの来日ツアーが行われた。微細な音程を自在に操るスライドギターの名手として名高い。ロックとブルースを基本としつつ、マイルス・デイビスのソホワットや、ジョン・コルトレイのミスター・ピーシーといった曲を、カバー、サンラなどにも影響を受けるなど、ジャズ、さらに、 インドアラブ音楽など幅広い音楽性を備えている。ライブにおいては直立不動で多彩なフレーズを涼しい顔で演奏している。2006年にはディレクトラックスバンドの初ライブ DVD、ソングラインズライブをリリース。この DVD で当時の彼らの代表曲は一通り見ることができる。メインギターはギブソン社の SG でスライドバーには デュアン・オールマンが使用していたことで有名なコリシリンのボトルを愛用している。アンプはフェンダー社のスーパーリバーブでエフェクターはディレイのみ使用。シールドはプラネットウェーブ社のカスタムシリーズを使用。最近ではポール・リード・スミスが2009年に発表したアンプを導入している。ライブにおいて右手はフィンガー・ピッキングであり、 左手がスライドでなく音源の場合も右手は指引きである。チューニングはオープン E で通常のコード引きもオープン E のままプレイする。ありがとうございます。